日田義沖とは南北朝時代の武将、日田義貞の次男。1337年、欧州の北畑秋家が成城する。これにこうして上野国で挙兵し、秋家の欧州軍に加わる。吉野で五代醐天皇に越見し、剣服。父、義貞の戦死後、越後国に潜伏したとみられる。義雄は、出自が低い側室の子であり、 父の義貞からは疎まれていたようである。また、北畑昭江の軍勢に同行していたことが、昭家に対抗意識を抱いていた、義貞の不況を買ったと言われる。官能の上乱が起こると、鎌倉の奪還を目指して、上野国で、北条時行らと共に拒兵する。将兵一党が破綻すると、百五十二年に、宗長親王を報じて、弟吉宗、伊藤 脇谷義春と挙兵し、鎌倉を一時占拠するが、高氏の反撃にあって、鎌倉を追われる。1352年、長楽寺に対して義時が発給した、老石を禁止する趣旨の文書が残っている。また、水野いたす脇に当てられた八通の発給文書に、重複されている顔が、長楽寺宛ての文書のそれと類似しており、これらも義時が発給したものであろうと推定される。 高氏が没した、半年後の1358年、吉沖は高氏が亡くなったことを時期到来とばかりに、鎌倉奪還のため挙兵、鎌倉を目指した。これに対し高氏の子で、鎌倉久保の足利元氏と関東関令の畠山国清は、竹沢右京之助と江戸塔と海守るに、この迎撃を命じた。はじめ竹沢は、 少々曲という美女を吉沖に与えて巧みに取り入り、暴殺の機会を狙ったが応せず、江戸島と海守るとその追い江戸下の森の協力を求め、江戸島と海守るは、老いの下の守ると共に三百余期を引き、太平記によると、一族の鎌田忠武も首謀者の一人として参加していたとされる。10月10日、吉沖と主従13人は、玉川の矢口の私で暴殺された。 去年28。その後江戸島と,うとう見守る、竹沢右京の助らは、入間川五人の足利元寺の元へ派生参事、中高抜群として、関東管領の畠山国清に奉送され、それぞれ数箇所の温床地を配慮したが、江戸坊が吉岡の恩領により教師したため、現地の住民が吉岡の霊を慰めるために神として祀ったという記述が、太平記にある。後に、 神殿大明神として尊崇される。人形浄瑠璃の神霊、矢口渡るは、この事件を扱ったものである。東急玉川線の武蔵神殿駅の神殿は、新田大明神を祀った新田神社に由来する。1909年9月11日、十三味を追造された。峰岸、133ページ AB、中世武蔵人物列伝113ページ。 AB 峯岸134ページ吉岡謀殺の場所については現在の大田区かもしくは稲城市の矢野口の2説がある。峯岸134ページ中世武蔵人物列伝114ページ群馬県市第1巻ウィキメディアコモンズには新田吉岡に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。